先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務は巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだろう。急いで追いつくぞ。複数の地点からエンダウン、救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソめ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。手間するなよ。おとなしくしてろ。行く。了解しました。リヴァイ兵長、助けてください。まとめて相手してやる。手間するなよ。おとなしくしてろ。どうして。了解しました。ご迷惑をおかけしました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。ちっ、さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まさない。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。別行動なんてすべきじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。おとなしくしてろ。隊長の命令に従ったらこの様です。助かりました。もういい。ハンジの元に向かえ。どうだ。まとめて相手して。救援要請ね。助けに行かないと。俺の敵じゃない。どうして。化け物。リヴァイか、援護を頼む。おとなしくしてろ。邪魔だ。手なしてよ。了解です。ハンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだが、この兵力での参加はリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。助かった。行きやがった。ごめんよ、でもここいい場所だろ。
罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか？まずきっちり罠を設置する必要があるんだ。捕獲する子は他に見つけてあるしね。これで罠を設置できるね。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみてえな注文を聞ける余裕があればいいがな。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。腹をくくれ。オルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、部下に危ねえまでさせやがった。邪魔だ。俺の敵じゃない。やる。救援要請か。無視はできねえ。クロー了解。やる。俺だって役に立つとこ見せてやります。面白い暮らしやがって。兵長、一生ついていきます。奴ら、小さい分、小回りが効くな。おい、エルド。ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい。ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは、採掘場から遠ざけてあります。種だったら最高なんだけどな。飛行士ならここにいるだろう。続け。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえな。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。行く。苦戦してるみてえだな。行かねえと。やる。こいつをどうにかしないと。俺の敵じゃない。リヴァイ兵長、援護感謝します。
今だ。罠を起動するよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。ヤッホー！ 2 体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。面白い。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。了解しました。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。おとなしくしてろ。行く。あの縁だ。普通じゃねえやつが出やがった。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。面白い暮らしやがって。やる。手出してきたよ。来た。では行く。おとなしくしてろ。まとめて相手して。俺の敵じゃない。まとめて相手して。了解しました。おとなしくしてろ。そいつらを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。闇の巨人より少し手間取ったか。どうして負けた。おとなしくしてろ。全くしつけえ奴らだったな。今のうちに捕獲した巨人を運べ。